これからはずっと握り放題。その通りだね。握り放題。この家に当然ベッドは一つしかない。寝てしまうのか、このベッドで一緒に。例えばそう、筆枕とか。足りない5センチは十分補えるはず。あとはこうして抱き枕のように抱いて寝るとか。ごめん、鍵開いてたから。でもコンコンしたのに出てきてくれないし、夜中にピンポーンってするのも近所迷惑かと思って。まあそれはごめんなさい。ああ、そこの荷物を取ってきただけ。コインロッカーも無料ではないからね。あれだったらやっぱり今夜は泊まっていくのかな。これは確認せねば。でもこんな夜遅くなって家の人は心配しないの？いや、むしろずっと泊まってくつもりだったけど。ずっと？うん、だって結婚したし。っていうかこぼれてるよ。でも布団一つしかないんだよね。じゃあ迷惑か。むしろ僕は床で寝るから。布団なんて一つあれば十分じゃないかな。私あなたのお嫁さんだよ。だからどこにも行かないわ。ものすげえ破壊力だった。君はどうして僕と結婚してくれたの？どうして？じゃああなたはどうして私と結婚したの？君のことが好きだから。ですよね。なぜドヤ顔？私は好きでもない人と結婚したりしないわ。じゃあ君はいつ僕を好きになったのさ？それは内緒。ちょっと。あのやっぱり帰らないで。買ってくる。ドンキでもどこにでも行って布団くらい買ってくるから、帰らないで。低反発。え？どうせ買うなら低反発のちょっといいやつを試したい。